三度表参道を副店長の助です。三度 S 銀座店のトップスタイリスト中志門です。よろしくお願いします。三度 S 銀座でトップスタイリストしてます須山です。よろしくお願いします。三度新、副店長させていただいてます阿部翔太です。よろしくお願いします。三度銀座副店長させていただいてます川野です。よろしくお願いします。三度銀座、トップスタイリストさせていただいてます吉田亮太です。よろしくお願いします。三度表参道でトップスタイリストさせていただいてます青川孝之です。よろしくお願いいたします。お店行って友達に会うとはまた違うんですけど、まあなんか会いに行くみたいな、スタッフにも会いに行くし、もうお客さんにも会いに行くっていう感覚で、まあ僕はなんかお店にサンドに行ってるんで、なんですか、まあ、家族だなっていうのをすごい感じるんで、どうですか？みんなが美容が大好きなんだなっていうところ、美容に熱い連中が集まってるのがサンドの僕らも好きなところですね。京都代表がめっちゃ尊敬できるところが好きかなと思いますね。美容に熱いメンバーでスタッフ思いのスタッフが多いなっていうのが僕はすごいいいサロンだなって思うポイントです。どう僕がデビューした時に、まあみんなこうすごい喜んでくれるっていうのは結構まあどこのサロンでもまあ絶対あると思うんですけど、なんか本当にサンドは自分のことのように喜んでくれるんですよ。あ、もう頑張ったもんなみたいな、そんだけやっとったもんなっていうのをしっかり見てくれたから、自分のことのようにみんな喜んでくれて、でデビューした日もあちょっとこう先輩たちにちょっと LINE ちょっと送らせてもらおうと思ってちょっと送らせてもらってたんですけど、送らせてもらってる途中に先輩から LINE 来るみたいな、もう電車の中で僕泣いてて嬉しいなみたいな、後輩がしやった時に本気で喜べるような人になろうっていうのがこうどんどん受け継がれていってる感じがサンドめっちゃ好きです。まあ、みんながサンドの好きなところがありすぎて、なんかどれ言おうかなって、まあ、悩む時点ですごく今いいなって、みんなのいいことを自分のことのように喜ぶっていうのも、先輩たちが練習を見てくれてた、結局全員で時間を共有してるからこそ生まれてくる喜びとかつながりっていうのが深いのが僕はサンドのいいところかなと思います。僕はみんなよりも年齢上で、そんな中でやっぱりみんな近づきがたい存在かなって最初思ったんですけど、なんか全然下野さんがすごい声かけてくれたし、なんかみんなめちゃめちゃこう絡んでくれるというか受け入れてくれて、今ではもうこうやっていじってもらってすごく美味しい思いをさせてもらってます。僕とかは東京に来て、まあ、いろんな人に携わりに行きたいっていう思いで上京してきて、美容っていう仕事は、まあ、いろんな職種とかいろんな性別とかいろんな年代の方と、まあ、なんか関われる仕事っていうのを、まあ、させてもらってるんで、なんか本当に自分も成長できるし、まあ、自分が成長してきたことを、まあ、なんか何かしらの形でお客さんとかに、まあ、周りの人に返していけたらいいなって思うので、なんかすごい美容師って最高だなって思ってます。最高です。お客様を可愛くできるのが、人生を変えられるっていうのが喜び。一番美容師やってて、髪切って、笑顔になってくれたらすごいな、美容師やってて幸せだなって思うのが好きなところ。金。いろんな一人一人の人生の節目っていう部分にも携われていけるし、一緒に成長していってるなっていう感覚を共有できるのが。美容師以外ってなかなかないのかな。一回一回に関わる時間がすごく長いのもここ特徴かなと思います。接客っていう仕事を通しての関わる時間がめっちゃ長い。あとはスタッフとの人生の共有、時間の共有もできるので、家族とか恋人たちよりも多分いる時間長いですね。多いっす。意味がわからないぐらい多分ずっと一緒にいると思うんで、そういう仲間とすごい最高の時間を共有できるっていう美容師の仕事とお客様との時間の共有が僕はめっちゃ楽しくて好きです。お客さんのこのヒストリーをやっぱこう一緒に共有できてるっていう、なんかそういう仕事ってなかなかないのかなって思うので、そうやってしかもなんかこうヒストリーあってるじゃないですか。ヒストリーかっこいいです。すみません、ワードがかっこいいなんかあ、そろそろ美容室行かなきゃ、川野さんとか行かなきゃって、そういうなんか思い出してもらえるっていう、その私生活の中でなんかそういう仕事ってなかなかないなってすごく思ってるんで、こんにちはってさ、DM が言って話してきました。よくよく考えたら
自分が彼氏できたことを担当の美容師に報告するってめっちゃすごくないですか。その美容院来た時に、あ、彼氏できましたは全然あるじゃないですか。でも時代からなんかもしれないですけど、なんかそれをできた瞬間だったらしいですよね。まあ、自分自身なんか美容師になった理由がもうすごいコンプレックスだらけで、まあ、それを解消してくれたのが美容師さんだったっていう。ありがとうとか、こうお客様に感謝されて、こうさらに自分も成長できるっていうところが僕の美容が好きなところです。多分その時間の流れが多分周りと違いすぎて、まあ、多分同期の子とかと、なんかそういう周りの他の美容師さんと比べたらってあれですけど、やっぱすごいサンドは時間の流れ早い、はい、1年間多分普通にやってることが多分他の店だったらまあ3年4年っていうのを、うんうん、今は3とまだできて3年しか経ってないっていう時点で、今ここまで人数増えてっていうのがそもそもすごいし、1年後だったらもう自分たちも今ね、トップスタイリストになってで副店長になって、すごい倍速です。倍速。ネガティブな分かんないじゃなくて、なんかポジティブすぎて分かんない。もう美容師やっぱ10年近くやって思うのは、なんかこう来年の4月になったら新卒が入って、その人たちを教育して、で、スタイリスト、ジュニアみたいな子たちがちょっとずつ売り上げできるようになって、で、スタイリストが売り上げ上がるようになって、みたいな。で、また来年には入ってきてっていう流れをずっと見てきて、でもそれがサンドはなんかすごい違うなって思って、なんか翌月にはもう化け物みたいな感じで、今まで見てきたその1年間の流れと全然違うなっていうのをすごい実感してて、だから本当に先が1年後はどうなってるのかがなんか分かんないなっていう、ワクワクしすぎて分かんないなみたいな。まあ、絶対的に言えるのはみんな多分笑顔でやってるだろうなっていう自信があるのかなって、まあ、サンドは、まあ、何より後輩たちのことを考えて行動する上のメンバーが揃ってて、やっぱりでその下の後輩たちがまたその下の後輩たちを笑顔にさせるっていうルーティンがもうできてるんで、1年後もきっともうみんな楽しく美容師やって人としても成長してるだろうなっていうのがそれだけは分かるっていう感じですね。まあ、店舗は増えると思うんですけど、地方に店舗できるのかなとか考えます。フランチャイズも含めてサンドもっとちょっと大きくなるのかなすごく思ってて、普通が普通じゃないと思うんですよ。でもその感覚ってめっちゃいいですよね。多分その自分がついてたスタイリストの人が多分500やってたら500やるイメージもつくやろうし、300やったら絶対300やるイメージもつくし、まあ、店舗とかで絶対そのすごい売り上げ出たらそこに行けるイメージも絶対つくんで、僕の前の会社やったら絶対想像できなかったです。だってマックスで200ぐらいなんで、そこまでしか想像、めっちゃ頑張ってそこみたいなイメージだったんですけど、でもそれがなんかこうメイドインサンドの子たちがなんかこう想像できてるっていう時点で結構すごいなと思います。とにかく謙虚、めちゃめちゃいい人、お客様思いです。ありがとうございます。いやもう後輩からもいじられるくらい愛されキャラありがとうございます。ムードメーカー、年上を感じさせないでアシスタントといい雰囲気を作ってくれる存在。あのなんかそんな女褒められることないですよ。照れますよ。すごいっすね。高校同い年で同じ大人気で中古で入手した顔がタイプです。それ僕かもしれない。サンドではあんまりない戦略で成功した研究家、うん、理論を求めて結果を出すケミカル博士。うん、博士え、僕も博士かぶり博士かぶりっすか。デビュー前にデビューの日のイメージをしてハサミで素振りしてたそうです。お客様からたくさんファンになってくれそう。顔が美容しか知らないのかなと思う。これからスノーサンドを支えていくメンバーとして大切な存在。すごい嬉しい。とにかく前のめりイケイケの後輩刺激もらってます。全部平井さん聞こえてた。今働けてるのも運命やったな。あ、これは周りに流されないところがかっこいい。一番職人っぽいです。うん、確かに。
めっちゃすごいなって僕感じるのはすごいなって俺は僕感じてて、自分より他っていうこう感じとかもすごくあって、一番それを感じます。なんか自分のなんかメリットとかを考えない、もう自分の時間ほんまにあるんかなって思うし、なんかそういうのを考えないところとかは、その域まで自分いけるかなって考えた時にこんなに壁があるんやっていうのはめちゃくちゃ感じました。だからハッピースポットじゃないですか、営業中とかどんな辛い場面でも絶対なんか笑いが起きるし、なんかそういうなんか雰囲気を持ってる人って多分誰からも一緒に働きたいなって思われてる存在だと思うんで、勉強になるし、なんか真似できないなって多分率直に思うし、アビルのすごいところは、まあ、結果もそうなんですけど、やっぱり巻き込む力がすごいなと思って、後輩たちからの信頼がすごいなと思って、やっぱそこはやっていかないといけないなってすごい思ってたんで、まあ、今頑張ってます。美容師として人としてやっぱこう尊敬できるし、なんかこうもっともっとこうコミュニケーションを取りたいなっていうふうにいつも思う2人が感想でした。噂しか聞かないけど、その噂しか聞かない中でこうそれだけ噂になるってすごいじゃないですか、うん、自己犠牲じゃないけど自分の時間を一番費やしてるのって誰ですかって話になった時にすぐ名前が出るすると、こうやっぱみんなをこう引っ張っていけるアビルっていうのがやっぱりすごいかなっていう。シモンは僕入る前にちょっと喋らせてもらったんですね。なんかモチベーションの塊みたいな人が入って喋ってきて、僕ちょっと熱い人苦手なんで同い年なんですけどやっぱりこう全然勉強させてもらえる人かなっていうのをまあ、スマホがすごい常に思ってます。後輩の練習も誰よりも見てるし、なんかこうやることをやってこうみんなに伝わってるっていうのがすごいなって高に思います。何より発信力、これは絶対だなっていう、間違いないですね。そうだ、それに対してあったかいかどうかで、それができてるかを勝手に反映していくっていう。高み合うためには自分が高まっていないと関係って終わっていくのかなっていうのも一つあるので。